こんにちは、末岡です。今回はですね、ドライバースイングについて全般的に一通りやってみたいと思います。これまでですね、テイクバックについてとかダウンスイングについてとかの動画をいくつか出してきたんですけれども、そのやり方がドライバーにも同じようにできるんですか、もし、ドライバーのやり方っていうのがあるのならば教えてくださいという、ご質問が多かったので、そのお答え、それにお答えする形で、一通りですね、ドライバーについて、お話ししようかと思っています。で、実際にですね、アイアンとドライバーにやり方の違いがあるかというと、まあ、同じところ非常に多いです。実際は共通して使えるところは多いんですが、いくつか違うところがあるので、そこを押さえていただければ、これまでの知識が丸ごと使えますので、シンプルな形でドライバーを打っていただけるようになります。今日の動画を見ることによってですね、ドライバーも今までと同じようにシンプルにやっていいんだってことが分かりますし、アイアンショットとドライバーの、まあ、やり方の違いっていうか考え方の違いみたいなことについても分かるので、むしろドライバーの方が優しく打てたりする、そういう面もありますので、そういうのをいいイメージに変えてもらってですね、むしろドライバーに楽なイメージを持っていただけるようにしていただければと思います。最初にですね、ざっとドライバーの特徴、アイアンとの違いにあたるところを説明したいと思います。まあ、ドライバー一番長いですから、まあ、ご存知だと思いますけれども、前傾が一番浅いクラブだっていうことが一つありますね。これはですね、逆にね、前傾が浅い方が前傾をキープするのに楽になったりとか、そういう面でもあります。で、ドライバー長いですよね。長いから取り回しが悪いっていう感じもあると思うんですが、長いことによってこうスイングワークが大きくなるわけですよね。で、長くてエネルギーが大きいわけですから、遠心力も大きくなるんですね。で、スイングワーク大きくなって、しかも卵型に大きくなるんですね。細かく言うとね、卵型に大きくなるということは、一番地面付近一番低く通る局面が実はね、長く続くというメリットも出てきます。だ、そういうところをうまく利用して簡単に打っちゃおうっていうこともできるということですよね。だ、それによって結局アドレスの仕方が少し違ったり、ボールの置き場所が違ったりしてくる点があるということになります。で、今日の動画のこのような点を知ることによってですね、ドライバーって苦手にしてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、実はですね、アイアンよりもメリットがあるところがいくつかあるんですね。アレンジが効くというか、微調整が効くというか、アバウトにできるようなところもあるので、そういったところを知ってもらうことによってですね、むしろドライバーに楽なイメージを持ってもらうこともできるので、その点に注目してご覧いただければと思っています。なのでですね、もしドライバーを苦手にしてらっしゃる方がいらっしゃいましたら、この動画を見ることによって、知識が増えることによって、ドライバーの対策法が見えてくると思います。ドライバーを苦手にしている方々にとって悩みを解消するきっかけになるかもしれないので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは皆さんのゴルフの悩みの解決につながるような動画を配信しています。メンタルのことだったり、ゴルフ技術のことだったり、こうメンタルとゴルフ技術がつながっているようなところもあったりするんですね。脳の中身の使い分けみたいなところで筋肉の動きが違ってきたりするところを分かりやすく解説することを目指してチャンネルを運営してますので、ぜひチャンネル登録、公式 LINE に登録していただけると
メンタルの悩みとかイップスの悩みとかスイングの悩みについて相談をすることができますので、ぜひ公式 LINE の登録もお願いします。公式 LINE に登録していただけると限定動画のプレゼントなどありますので、ぜひ公式 LINE の登録も忘れずにお願いしたいと思います。まずドライバーの特徴についてお話ししていきたいんですが、ドライバーは皆さんが持っているクラブの中で一番長いクラブです。一番長いクラブっていうだけでちょっと自分から遠いんで取り回しが大変だなっていう印象を持たれる方もいらっしゃるんですが、エネルギーも大きいんですね。エネルギーも大きいということは自分の動きを増幅してくれる要素も大きいということです。ですからうまく扱えるようになれば非常に力を発揮して軽く振っても距離が飛ぶっていうことができるのもこの道具の特徴です。ですからその点においてもこの道具の機能が発揮できるような動かし方をする必要があるので、その点にも注目してですね、今日の内容をご覧いただければと思います。まずですね、エネルギーが大きいということは遠心力も大きくなるわけですよね。で、先ほども言いましたが遠心力が大きくなるとスイングアークは卵型に大きくなります。こっち側が大きくなる、ここがブーンときて、そうすると何が変わってくるかというと、一番低く通る局面、一番低く通る局面が長くなるんですね。ですからアドレスの時のボールの位置というのはいろんな目的に従って、少し右側に置いたり少し左側に置いたりということが意外としっかりできるということになります。当然ですね、体の向きを変えればその向きっていうか方向性についての影響が一番大きいわけですが、なるだけですね、体の向きはあまり平行であまり変えないでボールの位置を変えることによってほんのちょっと右とかほんのちょっと左とか、捕まりをよくとか少しあんまり捕まりすぎちゃいけないよとかいうアレンジができるっていうのはドライバーの大きな特徴です。で、何よりもですね、ティーアップしてボールを打ちますのでスペースがありますよね。ですから、まあ、多少下から入ってもいいっていうのはあるんですけど、まあ、あまりそこを使うというよりはこのレベルに動く尺が大きいっていうふうに考えていただけるといいです。機能上ですね、もうドライバーのヘッドで大きくなっちゃったので ティーの先の方ごとボールを打つっていう感覚です。で、押さえておいてほしいのはですね、ドライバーは座り通り置いてもらいたいってことなんですよ。もう昔のね、小さい体積のドライバーだったらまだしもですね、もうだいぶですね、ソールが面積が大きいのでなるべくね、座り通り置いてもらいたいんです。こう、なんですかね、自分からのドライバーの見た目に関する動画とかも多いらしいんですけど、そこはですね、どういうふうに考えていただきたいかというと、まず前提として座り通り置いてもらう。こう地面に座り通り置いてもらって何を押さえてもらいたいかっていうと、自分の効き目から見てシャフトをまっすぐさせるところから始めてみてください。まずはですね、右目なら右目からシャフトがまっすぐ見える状態で座らせるってことです。左目の人は左目からシャフトが見える状態でまっすぐ置くということです。で、その時にですね、人によってはフェースがターゲットよりもなぜか右に見えたりとか、スクエアまっすぐに見えたりとか左に見えたりってことがあるわけですよね。なのでですね、あまり考えすぎずにですね、まずはね、座り通り置いて自分の効き目からシャフトがまっすぐ見えるように置いてみてください。で、まず最初基準としては左のかかとの内側の延長線上にティーアップしたボールを置いてあげて、そこから少し離れたところ、まあ、体の真ん中辺ですよね、効き目からまっすぐですから少しボール1個半ぐらい離れたところにヘッドを置いてあげてですね、座り通り置いてあげる。で、それで、まあ、スイングが完成したら打ってみるってことです。で、あとは
それによって右にどうしても出ちゃうよってなれば、少しボールを左側に置いてあげたり、もう左に出ちゃうよってなったら少しボールを右側に置いてあげたりってことができるのがドライバーの最大のメリットです。ですので、これをやったから全部まっすぐに行くよっていう使い方を目指すわけではなくてですね、こういう自由度があるクラブの自由度を利用できるようにしてもらいたいんですね。これがアドレスの違いです。あとは前傾の違いですよね。前傾が浅いですよねっていうのは、浅い方がですね、前傾は保ちやすいのと、実はですね、人体の構造として前傾が深い方が回転は制限されるんですね。制限というのは、回りにくくなるということです。股関節を含めて回りにくくなるので、逆に言うと前傾が浅いとなんかルーズに回ってしまう可能性は少し出てくるんですが、まあ、それはねプラスに考えていただければと思います。回りやすくなるということですね、前傾が浅いと。その部分が違うと。ですから構えの部分が大きく違うことと、ボールの位置とかそういうのが違ってくるよってことですね。あとクラブの景色ですよね。クラブの景色、置き方、座り通り置いて、ハンドファーストにすると逆に座り通り置くってことはボール、フェースが右向いちゃうし、逆にこっち側に、ね、ハンドレイト側にしてしまうとフェースが左向いちゃうよってことが起こるっていうことなだけなんです。だからそれをボールの位置関係で、調整しながらまっすぐを作っていく。これはもうその日のまっすぐを作っていくってことでもあるわけですよ。昨日のボールの位置と今日のボールの位置は変わってもしょうがないんですね。それは調子次第でね、そういう形です。でですね、もうですね、あとは今までやったスイングのやり方と一緒なんですね。違うのはですね、長い分だけ少しゆったり振る感覚が必要になります。これは長いというのは、振り子のアームが長いわけですよね。だから必要なリズムがゆったりリズムになりやすいんですね。そこと同期するには結局長いクラブの方が実はゆったりしたリズムに合ってくるっていうところをどこか頭の片隅に置いておいた方がいいですね。ですからドライバーって飛ばなきゃいけないから、飛ばなきゃいけないってことはスピーディーにリズムを速くスピーディーに振るんだっていうことになると道具と同期しづらくって逆に苦手意識が出てしまうので、そこにも注意が必要ですよ。なのでこのような構え方や景色の違いや長い道具を扱う予備知識が分かっていれば、あとは今までの手順通りで全然 OK です。それをですね、今回おさらいがてらやってみようと思いますね。ドライバーもですね、テイクバック、ダウンスイング、フォローと同じプロセスなんですが、まあ、せっかくですから一連の動作をおさらいしたいと思います。特にですね、ドライバーの場合道具のエネルギーが大きいって言いましたよね。ですから放り投げてテイクバックを完成させていくっていう話をしましたけれども、特にドライバーのようなエネルギーが大きいのはうっかりやってしまうと大きすぎてオーバースイングになってしまったりするので、この感性を利用する流れっていうのは特にですね、しっかり意識しながらやることが重要です。まずはボールを揺らすような形でテイクバックをしていくわけですよね。これで、肩甲骨が背骨による、右の肩甲骨が背骨によって1番目の行き止まりに来るまでしっかりそのまま回していって、その慣性の残りを腕の内線外線に誘導していくわけですが、その誘導もこうエネルギーの大きいってことを前提としてこう柔らかく行っていくっていうのがドライバーに関してはコツになるかもしれませんね。
で特にですね、ドライバーみたいなクラブは左手が背屈になってしまうともう大変な球筋が落ち着かないことになってしまうので、今回は少しここに特にですね気をつけるようなイメージを持ってもらうために放り投げるってことは左手の手首が丸くなっていくっていうかね、こう放り投げるのにへこませる人いないですよね。ですから特にこう放り投げるようなイメージでこの左の手首を膨らましていくような形で内旋させていく。で逆にこの右手はこういう形で放り投げていくわけですから、こう背屈させていくような流れが自然になりますよね。こういう感じですね。で背屈させていきながら肩が外旋して、こういう流れが特に意識してあげると球筋は安定するというかね、右にポカーンと出てしまうようなドライバーショットを防げるということで、そのボールのイメージがねなかなかクラブにこううまくイメージがつながっていかないってなった時にこういうものを挟んであげると意外とねすごくスムーズなので、またこういう道具を使ってですね放り投げて、で放り投げていくと少しこうね左の手首は丸く、まあ少なくともフラットにはなっていく。こうはならないですよね。こっち側に背屈側に折れる流れにならないですね。ボールを放り投げるようにしていくと、まあね、まあやりすぎてもあんまり良くないかもしれないですけど、小屈系統になっていくわけですね。左に関しては。で右もこういうふうに放り投げていくと肩は外旋していきながら。手首は背屈になっていきますよね。これがこう一緒にポーンと放り投げるようなイメージでトップが、この左手が結果的にトップで上になって右手が下になったら、もう右手が下のまま回るよっていうのはもうドライバーも一緒です。むしろドライバーの方がティーアップしてるからリラックスしてそのまま回ることができるかもしれませんね。ではやってみます、ね、ボールを揺らしてその延長線上でボールを放るようにと、であとはこのまま回っていくよっていう、ドライバーのようにエネルギーが大きいクラブはこのプロセスがしっかりできることによって自動的に、クラブが動くイメージもさらに強くなりますよね。するとこう揺らす、でその延長線上に放り投げられた、でそのまま、まあ、こんな感じですね。放り投げられた延長線上にトップ、でそのまま回って、放り投げた延長線上にトップが作られてそのまま回っていきます、まあ、ドライバーも、もう他のクラブもその辺の動かし方のイメージ手順はそんなに変わらないということが分かっていただけたのではないでしょうか。まあ今日受け取ってもらいたいメッセージとしてはですね、ドライバーは決して難しいクラブじゃなくてですね、ティーアップしていたりヘッドが大きかったりエネルギーが大きかったりするので優しく感じやすい面もあるってことですよね。そこに注目してドライバーが優しいってイメージを持って、手順通りにやってあげるとだんだんドライバーが好きになっていくと思うんですね。ですからそういうやりやすい面に皆さん注目していただいてですね、ドライバーをねどんどん練習してもらいたいんですね。どうしてもなんとなくこう謙虚な気持ちでね、こう短いものができないと長いものに進んじゃいけないんじゃないかって皆さん思ってると思うんですが、実はですねドライバーが打てないとゴルフは多分楽しくないと思うんですよ。ですのでなるだけシンプルなイメージ、簡単なイメージでドライバーが打てる方法があったらそれにトライしていただいてですね、どんどんドライバーを練習してもらいたい、でどんどん自信をつけてもらって、どんどんラウンドで結果を出していただきたいと思っています。
僕の扱うそのイップスの人もドライバーアイアンよりもドライバーのがなかなか上げられないとか降りてこないとかいう症状が比較的多いんですね。でそうするとドライバーを振ることがストレスに感じるようになってしまったりするんですが、非常にもったいないことなんですね。ですからドライバーを楽しめるようにですね、ぜひですねシンプルなスイングで早くですねドライバーを得意になっていただきたいと思います。次回もまたこのような動画を発信していきますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。このような動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録と高評価、コメントなどをよろしくお願いします。概要欄からですね公式 LINE 登録いただくとゴルフの悩みとかを相談できたり、限定動画を僕の方からお配りしているので、ぜひ公式 LINE の登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。